この日、ウルトラマンタローは遥か宇宙の彼方で地球を狙って近づいてくる怪獣ゴルゴザウルス2世を発見し、地球に行かせないために先制攻撃を仕掛けた。左の腕に大怪我をした上に疲れ切ってしまった。ふるさとウルトラの国に行って休みたいと思ったほどだ。しかし地球にも新しい危機の気配があった。すぐにも帰ってザット隊員東光太郎として働かなければならない。太郎の宇宙での戦いは孤独だった。誰も見ているものはなかった。誰も知らない戦いだった。